じゃあまず、はい、ビフォアの状態を、はい、カットの状態とカラーの、はい、ビフォアの状態はボブのちょっとレイヤーが入ったような感じのスタイルで、まあ、全体的に重めになって伸びてきてたなっていうのがあります。あそこ全体に、トーンダウンをして少し、まろやかなグレーベージュというかで、顔周りフェイスラインにだけ、ブリーチをしてます。でそこには色をあえて入れずにシャンプーで流すときに全体のグレーが少し馴染むくらいの状態になってます。でほぼ入ってないと思います。はい、では、カットの流れとカットでこだわったところを教えてください。はいはい、まずは顔周りサイドから切っていきます。で、まあ、どちらかというと顎をちょっと上ぐらいで、設定して、まあ、若干前上がりかなぐらいのまっすぐです。でそのまま後ろはまあある程度つながる感じのグラデーションになってて、であと襟足の部分にはグラデーションでカットして、まあ、外羽に動きが出るようにしてあります。でベースはそういう感じで切って、で、まあ、ちょっと表面にレイヤーを入れるくらいですかね。あんまり全体に入れるというよりはあの形フォルムはそのまま残してドライカットで調整していきます。でドライカットでなんですけど、内側そのいわゆるミドルセクションに動きとなる部分をカットでつけていきたいんですけど、まあ、シザーでスライドだったりもしくはレザーで切ったりもしくはところどころ水平に入れてカット入れたりっていうのを場所によって少しそのミドルセクションの中でも顔周りはスライドで入れて、でその後ろは今度レザーで動きを入れたり、そうするとレザーとシザーの質感の違いが出てくる。でセニングは特に使わず今回は仕上げてます。はい、で表面はあのストロークスライドカットを少し入れて、まあ、量感調整をしてあります。で襟足に関してはほぼほぼレザーですかね。最終的には、羽感を出すようにしてます。はい、スライドとレザーの質感の違いってどういう感じですか？分かりやすく言うとレザーだとこうパネルを持って、まあ、どのパネルでもいいんですけど、こうレザーを入れるところから面で取れていきやすい。スライドだと毛束を取った時にハサミを持ってもこうここ全部がこういっぺんに切れるわけではないので、どうしてもその束で切れていく感じになるので、どちらかというとレザーで切るよりシザーでスライドした方が束っぽさのある仕上がりが作れる。だからレザーで作れないのかって言ったらレザーでも作れますけど、レザーでやるんであれば細い束を取って取っていく。でもあえてそれを今回は普通にレザーと中間から毛先に軽さをつけていくっていう質感に仕上げてます。はい、では次にパーマの方で、はい、巻き方だったりこだわったところを。はい、パーマは先ほどもあったようにそのミドルセクションのそのカット違いに合わせて、円錐ロットと、普通の円錐ではないロットを組み合わせて横で入れたり縦で入れたりっていうのを組み合わせて質感の違うカールを出してます。表面にはロングロットの円錐を使って、まあ、緩やかなうねり羽を出すようにしてます。で前髪をブリーチしたところにも少し緩やかに動きが出るくらいにはかけてます。あと最終的に襟足は外羽に動きが出るようにあの逆巻きというか逆巻きというかしてかけてます。パーマのポイントはその辺ですかね。では、スタイリングの方法をお願いします。はい、まあ、一応この撮影に関しては、まあ、ちょっとドライヤーを使い少し水分を飛ばした状態からもう一度ワックスとオイルをつけてツヤと束をより立体感を強調するようにしてます。まあ、オイルがメインでワックスはまあちょっとサポートでつけるような感じです。手を挙げる方に
まあ、別に年齢はいいと思うんですよ。若い子であれ、あの年齢が40代でも50代でもオーバーでも、ただなんかこう最近お客様をこうカットなりいろいろ技術をしてて思うのが、やっぱりこういう、まあ、ちょっとモワモワした時代の中で過ごしてきて、やっぱり髪の毛ってすごくこうリフレッシュできたり、日常の当たり前のものなんだけど、朝髪を見た時になんかそこに変化があったら、なんかちょっとこう自分が笑顔になれる瞬間っていうのが作れると思うんですよ。だからなんかそういう意味でなんかこうちょっと変化を求める人がここ最近すごく多いなって思って、だからなんか普通でいいんだけど少し変化を欲しい、別にこのブリーチのハイライトをしなくてもパーマをかけるだけでもいいし、ブリーチとかできるんであれば、まあ、顔周りだけとかじゃなくてこの内側のインナーだけに入れるとか、新しい自分の楽しみ方っていうのをこうやってみたい人にはぜひおすすめかなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。